レッスンやリハーサルの録音を聞き返すとき、どんな気持ちがしますか？ピオラジ9回目です。私はクラシックの歌を歌う仕事をしているんですけれども、自分が歌の先生のところに習いに行くときとか、あとはピアニストとかオーケストラとリハーサル、練習ですね、をするときに録音を取っておいて後で聞き返したりします。これは皆さんも留守番電話のメッセージとかを後で聞いた時に、え、私こんな声だったのかしらって思うことあると思うんですよね。人間の耳っていうのは、その自分の骨を伝わって内側の耳から聞こえてくるものの情報と、こう自分の口から出た外に、要するに他の人が聞いてるのと同じような状態で聞こえてくる声が混ざって聞こえているので、自分で喋ってる時とか歌ってる時に聞こえてる声っていうのは、厳密に言うとですね、他の人が聞いてるのとはちょっと違う音になっちゃってるんですね。ということで、本当はどんな感じに聞こえてるのかしらっていうことを確認するためにも、そうやって録音を取って聞くっていうのは悪いことではないのですが、やはりね、こんなだったのかとか思うことってありますよね。ちょっと気恥ずかしくないですか？それから、自分が先生の立場で生徒さんを教えている時なんかに、あ、今すごいいい声出たよと言っても、え？みたいな、これがいいんですか？みたいな、わからないみたいな顔をされてしまうことっていうのもよくあるんですね。で、そういう時っていうのは、後でちょっとそのビデオとか録音を見返したり聞き返したりしてみてっていうふうに申し上げるんですけれども、やっぱりこの自分が感じているものと実際に外に聞こえているものの違いっていうのが、まあなるべくだったら少なめの方が歌ってる時も安心なんですよね。そこで、まあ自分の録音した声、まあ厳密に言いますと録音には入りきらない響きみたいな部分っていうのがあるので、完全に録音と同じような声を他の人が聞いてるわけではないんですけれども、でも私に聞こえてきてる声の中で、こんな感じの声が外側に響いてる声で、この部分は内側に響いてる声だから自分しか聞こえてないみたいなのが多少分けて考えられると、実際に演奏している時にも今自分の声がどんな感じかっていうのを確認というかしやすいですよね。ということで、自分の声に聞き慣れてほしいという意味も込めて、うちの生徒さんには必ずレッスンを録音または録画してもらうようにしているんです。ただね、それを聞き返したりまあするじゃないですか。で、次のレッスンの時に、前のレッスンのビデオ見た？どうだった？っていうふうに聞きますと、あれができませんでした、ここがダメでした、ここが下手くそでしたって必ず反省点しか言わないことの方が多いんですよ。なので、それだとなんか自分をいじめるために歌のレッスンに来てるみたいになっちゃうし、またその自分の歌を聴くことがとっても嫌になってしまうじゃないですか。それは良くないなっていうふうにある日思ったんですね。ということで、生徒さんにいつも申し上げているのは、このレッスンの録音とか録画を見たり聞いたりするときには、仲のいいお友達の歌の発表会を見に行っているような気持ちで感想を言ってあげようっていうふうに思って見たり聞いたりするといいよっていうふうに言ってます。別に意地悪しようと思えば、いくらだってどんなに上手いプロの人にだってダメ出しをできる
余地っていうのはあるわけなんですけれども、でもそんな嫌な思いをするために歌を勉強しているわけではないので、なるべくだったら幸せな気持ちで、ポジティブな気持ちで声を出した方がいい声も出るだろうし、そうした場合に仲のいいお友達が発表会で何か歌ってて、それでどうだったって後で感想を聞かれた時にね、ああ私あそこ間違っちゃったんだよねとか本人が言ったとしますよね。その時に、いやでもそんなことよりあそこの部分がすごい素敵な声が出てたとか、この曲っていい曲だなと思って私も歌ってみたくなったわとか、あそこの時がすごくいい顔で歌ってて素晴らしいと思ったみたいなこうこととか、あと明らかに例えばこれはちょっと失敗したなみたいなことがあったとしても、あそこがなっちゃったのってよくこういう風になっちゃうよね、わかるわかる、気持ちわかるよみたいな、同じ何かミステイクを指摘する時でも、親切な言い方、意地悪じゃない言い方を、言葉を選んでお友達にだったらすると思うんです。だからその一生懸命レッスンを受けて上手になろうと思って頑張ってる自分に対しても、そのお友達的な立場で仲良しのお友達に言うようにアドバイスとして、あ、先生がおっしゃってたこれをやった時はすごい良くなったから今度からずっとこういう風にできるといいよねとか、あ、3回やって1回失敗しちゃったけど次は3回ともできるようになるかもしれないねとか、そういうような同じことでも見方をポジティブにしていくことができれば、歌のレッスンの同じ録音を聞くんでも、ああ先生に聞けって言われたからおさらいしなきゃいけないから仕方なく聞くっていうことではなくて、宝の山みたいになっていくんじゃないかなって思うんです。まあ私自身があまりそういうポジティブではない考え方をしてしまいがちなので、特に、自分に対する戒めというか、まあ自分に対して言ってることでもあるんですけれども、そんなに意地悪して自分の歌が聴きたくないんだったら歌わなきゃいいじゃないって、まあ最終的になっちゃうわけなので、そうじゃないよねと、完璧を求めるというか、より良い演奏にするために努力することはもちろん当然だし、そうしなきゃいけないんだけれども、でもそれがいっぺんにすぐにできないからといって私の演奏に全く価値がないのかって考えちゃうと、もう歌を歌うって考えただけで、ああ今日も失敗する、ああ今日も下手くそに歌っちゃうっていう条件反射みたいなのができてしまって、ますます体は硬くなったり気持ちが後ろ向きになって上手に歌えなくなっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。今日も私は、ちょっと午前中から6月に歌う曲の、コーチングといって、まあ歌の先生ではなくてピアニストとか指揮者とか、その声の出し方ではなく楽譜から読み取ったものをどういうふうに演奏するかについてのアドバイスをしていただくレッスンっていうのをまあ受けたんですけれども、例えば1回目2回目3回目で3回似たような形の部分が出てくるけれども、でも3回目だけこういう書き方になってるのには意味があると思うから、もうちょっとそこをきちんと変えて表現した方がいいんじゃないとか、そういうこう自分が他のことにちょっと夢中になってて気がついてなかった部分とか、やってるつもりだけど表現できてなかったなみたいなことを客観的に指摘していただくと、またその自分の中での頭の中でのその曲のイメージっていうのがはっきりしてきて歌いやすくなってくるんですけれども、そういう時にもね、
すごくこの私がいつもお勉強を一緒にしていただいている何人かのコーチしてくださる方っていうのは、非常にこのおっしゃり方が上手というか、非常にその音楽的にピアノで伴奏を弾きながら、こっちだよ、こんな音楽だと思うよっていうのをリードしてくださるだけではなくて、うまくいった時には、うん、今の感じだったらすごくこの次のところとのつながりが良くなると思うとか、具体的に良かったこともおっしゃってくださるし、残念だったところも、うん、ここはちょっと音程が低めだったけれども、次にこういう和音に来るための導く音だから、もう少し高めの方が素敵かもしれないみたいに、どうしてそうなると残念で、どういうふうに変えたらより良くなるのかみたいなことを、とてもね、いい感じでおっしゃってくださる方々なので、勉強していてあんまりこうがっくり落ち込んじゃうっていうことがないんですよね。なんか甘えてるみたいに聞こえちゃうかもしれないんですけれども、私たち声って気持ちと非常に、直接密接に関わりがあると私は考えていて、とても仲のいい人、例えば家族とかと電話で喋ったりしてる時に、例えば今から帰るけど何か買って帰るものあるとか、業務連絡みたいな電話をした時でも、うん、大丈夫とかね、あ、はいはい、わかりましたぐらいの一言の受け答えでも、あれ、今日はちょっと調子悪いのかなとか、もしくは、あれ、今日はいいことあったのかななんてわかる時ありませんか？やはりその精神的な状況が割と直接的に声の色とかに出てしまいやすい生き物なんじゃないかなと思うんです。そういうことを考えると、良い演奏をするためには、やはりその人が聞いて気持ちいい声、例えば悲しいとか辛いとか恨みとか、そういうネガティブなものを表現する時であっても、その素材としては聞いて不愉快な声とか、聞いて嫌な気持ちになるような声っていうのはあんまりよろしくないですよね。なので、その自分をいかに、その音楽が流れた時にいい精神状態に持っていけるかっていうことは、いい演奏のために欠かせない一つの要素なんじゃないかなって思っているので、あ、また今日もこの曲がここの部分がうまく歌えなくて残念みたいな、自分を責めるようなことがもう条件反射で起こってしまうような練習の仕方をすると、私はなんか自分にもその曲にも申し訳ないし、聴くお客様にも大変申し訳ないなって思ってしまうので、なるべくなるべくこう気持ちよく美しく、そして楽しめる心で演奏に向かいたいなと思うんですね。そのためにも、やはりそのおさらいをするとか、自分にダメ出しをするみたいな、良くないことを見つけるみたいなものの中にも、わあ、これでもっと上手くなっちゃうじゃん、伸びしろしかないじゃん、よかったみたいな風に考えられるかとか、ああ、こんな大事なこと見落としてた、残念だったけど、これでじゃあもっといい演奏ができるようになるねとか、あ、この曲ってこんな風にできてたんだ、私が気がついてなかったことを教えてくれてありがとうみたいな風に思えたらいいよなっていつも考えて、練習とか勉強をするようにしています。ということで、今日はちょっと真面目に音楽のお話をしてみました。あなたはレッスンやリハーサルの録音をどういう気持ちで聞きますか？ピオラジ、お相手は池田香織でした。